田村社学はカナダのフィギュアスケート選手。ブリティッシュコロンビア州出身。2016年カナダフィギュアスケート選手権、ジュニアクラス優勝。2017年カナダフィギュアスケート選手権5位。2016万2017年世界ジュニア選手権、代表。両親の仕事の関係でブリティッシュコロンビア州で生まれ育ち、5歳からスケートを始めた。両親とも日本人であり。 カナダと日本の国籍を有する。2014年のカナダフィギュアスケート選手権ノービスクラスで優勝し、翌2014から2015シーズンからカナダ代表としてジュニアグランプリシリーズに出場。2016年にはカナダフィギュアスケート選手権ジュニアクラスで優勝を果たし、2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権のカナダ代表に選出された。 2017から2018シーズンシニアデビュー。デビュー戦となった ISU チャレンジャーシリーズのオータムクラシックでは SP、FS どもにジャンプにミスが多くあり、合計も110.93点と、自己ベストを40点近く下回る結果で11位と、振るわなかった。カナダ選手権では3強の3番手、アレーンチャートランド選手が、 ミスが、相次ぎ思いのよらない SP3 位スタートとなり、オリンピックを狙える位置につけたが FS で、ミスが、相次ぎ総合9位、オリンピック出場とはならず、世界選手権、4大陸選手権の代表にも選ばれず4、大陸選手権の補欠にとどまった。アクセルを除く3回転ジャンプを飛ぶことができる。コンビネーションジャンプでは、2A プラス 3T、3リットル Z プラス 3T、 3t プラス 3t を成功している。フィギュアカナダ選手権 V の孫江神戸から AL。ありがとうございます。